こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本でも防衛省が F2 次期戦闘機開発を進めています。三菱重工に発注を決めましたね。純国産戦闘機になると、やはり日本の製造ラインが出来上がるので、たくさんの雇用も生まれてきます。では、どれくらいの雇用が見込まれるのか見ていきましょう。ちょうど比較できる英国のテンペスト計画を例に挙げてみていきますね。日本には、英国から強烈なオファーが来ています。なんでかな、エンジンが気になるのかな。イギリス主導でいわゆる第6世代戦闘機の開発を推進しようとしているのがテンペスト計画であり、これに参画している組織、企業はチームテンペストとも呼称されている。2020年10月に入り、このチームテンペストが今回の開発が順調に推移した場合には、年間約2万人の雇用と約3兆4000億円に上る経済的な波及効果が期待されるとの発表を行った。現在、チームテンペストを構成しているのはイギリス空軍の緊急能力局を筆頭に BAE システムズ社がシステム全般、ロールス・ロイス社が機関部、レオナルド社がセンサー類などを担当指名を連ねている。すでに BAE システムズ社によれば、イギリスの軍需産業とイギリス国防省において、このテンペスト計画推進により、約1800人の雇用が創出され、2021年にはさらに約2500人まで拡大されるものと見ている。これを基準にして試算した場合、2026年から2050年までの期間の年間平均の雇用者数が約2万人となり、これにより累計約3兆4000億円以上の経済効果をイギリスに与えるものだと訴えているのだ。ちなみに、ドイツやフランスが推進している第6世代戦闘機は FCAS 計画と呼ばれているが、これは将来航空戦闘システムの頭文字であり、その意味ではテンペスト計画もまた FCAS 計画だと言うことができる。イギリスが主導するテンペスト計画では、現在の主力戦闘機であるユーロファイタータイフーンの代替機を目指しており、現状2035年をめどに収益させる方向性となっている。日本の航空自衛隊でも現在の F2 戦闘機の代替機を開発するにあたり、このテンペスト計画への参画も取り沙汰されているが、 F2 戦闘機の退役開始は2035年より早い見込みで、微妙なタイムラグもあると思える。それでも日本においてもテンペスト計画への参画を希求する声が大きいのは、アメリカの戦闘機と異なり、日本への情報開示を拒むブラックボックス部分が少ないと見られる点が挙げられるだろう。これは F2 戦闘機の開発時にベースとなった F16 戦闘機をめぐって日米間での思惑の違いが生じたことが、ある種のトラウマとなって残っていることへの教訓でもあり、イギリスもその点をアピールしている。ただ、
現実的にはすでに日本の自衛隊の兵装やセンサー、レーダーシステムなどの主要な部分はアメリカの兵器体系と一体化しており、これを覆して新たな戦闘機の運用を目指すのは困難との見方が大勢を占める。すでに一国のみで戦闘機を開発できる予算を投じることのできる国は世界でももはやアメリカ、ロシア、中国などごく一部の軍事大国しか不可能と化しており、これ以外の国の選択肢は少ない。しかし、イギリスのテンペスト計画は、第5世代戦闘機では、イギリス自体がアメリカの F-35 ライトニング2を採用したものの、次世代の第6世代戦闘機では同じ鉄を踏むまいとの意気込みが感じられる。 F-35 ライトニング2戦闘機の開発ではパートナー国の筆頭でもあったイギリスではあるが、自国の航空防衛産業を衰退させず、雇用と経済効果を考えた結果が今のテンペスト計画だと言えるだろう。第5世代戦闘機にしろ、その具体的な要件は実際の機体が実用化されていく中で、ある意味語付けで解釈された感があるが、第6世代戦闘機についてもこうした側面は同様だということができそうだ。テンペスト計画では第5世代戦闘機以上の高度なステルス性能や複数の無人航空機を随伴、完成する能力、そしてステルス性を維持した形でのウェポンウェイの追加などが盛り込まれている。2020年10月現在、テンペスト計画にはイギリス以外の国として、2019年7月にスウェーデンが、同9月にイタリアが参画することが正式に決定し、この流れの中で日本へ参画を促す声も増してきている。これはこうした国々と比較しても、日本の国家規模、防衛予算は大きく、 F2 戦闘機の代替需要に限ってみても100機単位での導入が見込まれる大口の受け入れ先となる可能性が高いからだろう。すでに2020年8月のタイムズ紙には、新型コロナウイルスの影響などもあり、航空母艦クイーン・エリザベス向けに予定されていた F-35B ライトニング2戦闘機が138機から70機に削減される予定だと報じた。これに加えて EU からの離脱を控えたイギリスは、そのことによるインパクトを含め、今後ますます軍事予算を切り詰めざるを得ない方向に進んでいく可能性が表面化してきている。日本の防衛省も仮に F2 戦闘機の代替機を国産化で賄う場合には、先行投資に4兆円を投下しても8兆3000億円規模の経済効果と述べ、約24万人の関係者の雇用が見込めると試算している。この日本のニーズをめぐって、イギリスとしては是が非でも、テンペスト計画への日本の参画を推進したいのだろうが、果たして日本政府の出す結論がどうなるのか、今年中には示される予定だ。